絶対窓調べたらさ、バーンとか言って出てくるじゃん。知ってるんですよ、俺は。あー、そっちか。走り回ってみよう。うわー、びっくりしたー。あー、まただ。あ、うわー、あつーい。山ですか、次は。次は山ですかね。あら、だいぶん年代を感じる学生服だよね。あら、ちょっと今日無理だ。そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん、いたじゃん、いたじゃん、スケバンの人。ああ、ゴンさん。ついてきな。あれ？お化けが襲ってこなかった。いつもは私を捕まえようとして襲ってくるのに。一体どうして？それはもう、お前がお化けだからだよ。あの崖から落としてくる人。あ、あ、チャコ？なんでこんなところに。私を探しに来てくれたの？いや、チャコいるならだいぶ、心が楽だよ。お家へ帰らないと。お母さん心配してるかな？はっ。勝手に行くよねー。一緒に行こうぜー。私のターンだ。さて、道中が一番怖いぞ、このゲームは。ほら、もういるじゃん。うちのお姉ちゃん見ませんでした？あ、お姉ちゃんじゃないわ。うちの友達のゆいちゃん見ませんでした？見ませんでした。昨日の廃屋のダメージが未だに残ってる。俺ちょっと暗闇が今恐怖です。この人は恥ずかしがり屋さんかな。もうなんか見んかったことにするか。あっと、開かない。あれ、このドア中に、何か挟まってる。挟まってるものを取る。ああ、取っていい。でも取んなきゃいけないよね。挟まってるものが取れた。ロボットの右腕。おっと、これは、断り様参戦フラグでは？でもあの人右腕、大好きだから、渡しときゃいいかと。うわっつぁ、本当に出てきた。お前男らしくないぞ、なんか戦闘の仕方が。ずっとさ、不意打ち、え？あ、なんか拾える。あ、なるほど。よし。え？いや、理解しました。全身集めてロボットでぶっ倒せってことね。3回、着金。これさ、ライトの方に出てくるよね。あー、わかっちゃったんだ。わあ、勝ってないんだよねー。わっぶねー。さっき拾っちゃう。チャキンチャキンチャキン。はい、こっち。はい、もう一回。はい、よーいしょ。はい、どんどん。この辺、この辺、この辺、この辺。これで最後だ！よっしゃー。ロボットの両手と両足が集まって。合体ロボが完成した。はぁ？お前さぁ、合体ロボ完成されて満足すんなよ。え？え？え？勇気のエンブレムを拾った。やったーバグったこれがデスルーラってやつ？おい、え？もう一回遊べるドン。ちょっと待って、ちょっと待って、あんの？あんの？あるあるある、あるならいい、あるならいいです。もう一回ロボットを作っちゃおうのコーナーね。うん、ごめ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 ん。ごめん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 。俺が悪かった、俺が悪かった、俺が悪かった。よし。え？え？ん？
全部集まったよね、全部集まったよね、今全部集まったよね、俺ね、今俺全部集ま、先行っちゃおうと、先に行っちゃおう、行くよ俺、どうする断り様、俺もうここ来ちゃった、来ちゃったんだけど、どう入っちゃおう。やったぜ、逃げ出したー。いや、あれ正規ルートじゃないよね、だってロボット作った意味ねえしな。ほんでまたアングルくっそ怖いんですけど。いや、とりあえずなんかあれだね、人形を渡さずに出し抜いたから俺はちょっと満足したよ今。寒い。いやー、もうこれさ、奥側見えてんのが本当に、あれ、あ、寒い寒い寒い、俺も寒いよ、寒い、何？冷房つけすぎたかも俺。ごめんね。あ、ポちゃん？寒い助けて、寒い助けて、寒い助けて。誰か。いや、お前が何とかしろや。自分で何とかできるやろ？あんたもう、なんか、そないな制服帽着るようなさ、女子高校生になっとんねんな。あ、ポチャ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 、うん？水たまり？もうこれすいません、は、いや、ほいつ、まして、あっと、俺が温めてやるよ。お前を、お前のその冷めた心、俺が温めてやるよ。俺と一緒に来ないか？なんかこう、都内の、タワマンの、12階とか、どうだ？なんとも言わない、うんともすんとも、うー、なにー？なにー？痩せ細ったイチジクみたいな顔してる。え、こっちでいいの？イチジクさん？あ、寒い、寒いよ、寒い、寒いよね、寒いよね。あ、なんか寒いのがついてくる俺も。あ、わー、俺の方が声でかい。お前の負けだ。あら、あ、あらやだ、あらやだ、私追いかけられてるわ、私追いかけられてる。あ、なんかちょっと色っぽい声。あ、ガシャー、わー、タワマンじゃダメ。え、どこがいいの、何、一戸建て、戸建てはきついって、この時期というか今の日本は戸建てきちって。そこんところわきまえてもらわないとさ、その、一緒に住むにも住めないよ。子供は何？子供は何欲しいの？子供は何？え？寒い。寒いよ。そうか。死んだ人を助けることなんて、私にはどうしたらいいかわからないよ。ごめんな。お前を抱きしめてあげられなくて。行かないで。行っちゃうもんね。これ選択を迫られているのでは、私は。ここで帰った場合どうなる？帰ったらわかることじゃないか？わかった。多分、一人暮らししていくためのお金が足りないっていう話をしたいはずだから。あげるね。ありがね、全部。これで、少しは暮らせていけると思うから。なるほど。やわらいたー、やわらいでいったー。白いハンカチを拾った。赤黒い、にじんだ、シミがたくさんついているハンカチ。もともと真っ白で、綺麗な刺繍がしてあったみたい。なるほど。10円投げ銭された後に傘が渡されてもやられそう。ダメか。あ、ハン、ハン。あれ、チャコ。ブルーリボンこっちだ。こっちにレッドリボンがいる。あれ、いないじゃん。あ、これ見えてないのか。多分今、チャコの後ろにいるよね。ユイちゃんが。ここにもユイはいない。ほら、やっぱここにいるって言ってんだ。ブルーリボン、見えていないのか？ここにいるぞ、レッドリボンは。ゆい。ああ、座っちゃった。どこにいるんだろう。え？
あ、あ、そうだよね、そうだよね。春？あ。ああ。ここにもユイはいない。え？春？私はここに、ユイ。だからここにいるって。春。私が見えないんだ。春のえげつないじめかもしれん。えげつな。春、私は、多分もう、死んじゃったんだ。それは分かってたけども、分かってたけども。ドキリやろ。この流れで。春見える？春？春目開けて。春？春？私ここにいるの？春？